Good morning, good afternoon, good evening. 安子内哲也です。さあ、皆さん、今日も楽しく英語を勉強していきましょう。さあ、楽しく英語を勉強するといえば、やはり動物。ね、今日は動物の鳴き声クイズ、これやってみたいと思いますが、英語圏の人たちと、この日本語圏の人たちでは、動物の鳴き声の聞こえ方が違うみたいですね。さあ、というわけで、それをね、文字にして書くともう全く違うものに、ね、なってしまってるわけですよ。ということで今回はこちらを見てください。ドドン。はい、そうです、ね、動物の鳴き声を書くと英語圏ではこんな風になってしまうんですけど、日本語ではこれね、どれもないですよね。日本語ではね、こういう鳴き声ね。さあ、一体それぞれ5つの鳴き声はどの動物の鳴き声なのか、さあ一緒に考えてみましょう。まず1番です。これはね、でも有名ですよね、まあ、どこかで聞いたことがあるかもしれませんね。コッカドゥドゥドゥ、ね、コッカドゥドゥドゥ、はい、これは何でしょうか。キリン。キリンじゃないんですよ。これはね、答え何かというと、こういう感じのね、鳴き声になります。こういう感じの鳴き声になります。わかります？あ、わからない。キリン？いや、キリンじゃないですよ。これは、ニワトリです。ニワトリ。ね。はい、じゃあ2番、出ましょう。2番は何でしょうか？バウは、バウは、何でしょうね。これは、キリンじゃないですよ。これは、こんな感じです。ボウ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 。そう、犬です。犬。ね。はい、じゃあ3番目に行ってみましょう。3番目、これはね、意外に分かりやすいんじゃないかと思います。というか、そういう日本語と同じように読んでるかもしれないんですけど、まあ、日本語だと「もう」ですけど、これ「もう」とは読まないんですよね。「むー」って読むんです。「むー」ね。はい、で、まあもうお分かりになったと思うんですけど、「むー」「むー」って感じですね。はい、そう、牛。さあ、4番目ちょっと難しいですよね、これね。オインク、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 オインク。わかりました？これは、そうです。豚なんですね。豚。全然日本語だったらブーですけどね。英語だったらオインクっていう風に豚は鳴くんですね。さあ、最後になりました。最後はこれです。これはね、私がね、発音するとわかると思いますよ。これバーなんですけど、これね、こんな感じです。ベー。ベー。どうですか？わかりましたか？はい、これは、キリン？キリンじゃないです。これは、羊。羊なんですね。さあ、そういうことで今回は5つの動物の鳴き声を書いた場合どうなるかというね、まあそれを、まあ、勉強というかクイズで、やってみました。ぜひですね、こういうことをたまにやりながら英語学習楽しく進めてください。 Don't study English at your desk because practice makes perfect。 英語なんかやればできる。